いやあ、説明形式だよ。ライト2やっていきたいと思います。いつも通り、パート3、パート4か ?4 やな。パート4。前回のパートで、寝ようとしたところで終わったんだったな。というわけで、寝ます。眠いな。もう寝ちゃおうかな。寝る。洋服は面倒だし、危ないから、いやおやすみなさい。ググ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 グスリープン起きちゃった。あ、絶対夜中だなこれ。早く寝すぎて夜中起きるパターンやな。深夜アニメとか見るには適した感じの時間。ん、なんか聞こえてくるんやけど、なんか水たまりに水滴が落ちた時みたいな音。え、なに、春春、なんか鳴ってる。話しかけれん。え、なに、あ、誰もおらん。なんかここじゃない。あ、これマスターさんかな。マスターさん、マスターさん、なんかないよる。話しかけれんの。何か話しかけれんのか、思んないの。あ、ええ、これマスターちゃん、マスターじゃない、マスターさんちゃん、これ。あ、これモブなん。これもしかして今のモブか、この今までの3人モブか。モブやけん、もう顔一緒で嫌的な感じだったな、あれ。なんじゃそれ。マスターさんここで寝ようんちゃうんかいな。あ、え、これ嘘か。え、あれ触れんの、触れんのかい。なんだこれ、もうここにやってここにあらずみたいな感じでおるなよ。もうびっくりするだろう。何？あ？何？何だったんや。ああ、なんかあれ、なんか、え、十字架のとこになんか誰かくくりつけたられとるけど、これ、これでルーカスちゃん、あの、酒場の、酒飲むところのバーのところにおったルーカスちゃんか。いや、やっぱり、誰かくくりつけられとるけど、誰か、死んでる。死んどん。あ、だ、誰か呼ばなきゃ。あ、は、びっくりした。どうしたんだっていきなり出てきたんかと思って読んだ後なんやな、これ。びっくりした。死んでる？ルーカスで、これ。いや、死んでない。気を失っているだけだ。あ、よかった。首を絞められたようだな。後があるな。どうするの？今は夜が深い時間だからな。マスターやらも寝てるだろうし。死んでるわけじゃないから、そんなに急いで連絡しなくてもいいだろう。いいの？いいんじゃねえの、適当だな、お前は。人の命かかっとるかもしれんの、適当だな、お前は。もしかしたらさ、これ、この後数時間後に死亡とかなるかもしれんや。そうしたらさ、通報なんか起こす、遅いぞ、遅すぎた原爆になるぞ、お前。ここに置いといたら、何にしたやつが、またとどめ刺しに来たりするかもしれないからな。そうかな。とりあえず朝までおいでの部屋のとこに置いておくか。私運ぶ。ならお前はこのネクタイ掴んでろ。はーい。首しまっとんちゃん、首しまっとんちゃん、大丈夫かね。連れてきました。眠い。マスターを探してとりあえずは報告するか。あ、もう終わったよ。エフィーナの単独行動もう終わってしまったよ。エフィーナ、ずっと隣で寝てたの、見てたのか。いたずらできるんだね。つっついてみる。それ私のケーキ。ずっと前のケーキさんにもらったケーキのことを思い出してる。ケーキさんのケーキだって。思んないわ。まあ楽しそうだし、起こさなくてもいいか。そのケーキを俺にも分けてほしいな。さっき言うたように、おらんようになっとるやん。おらんようになっとるやん。ここにおなじったやつどこ行ったん。別行動してるな。自分らも行動起こしちゃった話や。あ、ここの二人もか。まあ電気ついたけんな。え、朝になったんかな、これ。じゃあこれ朝になったんかな、これ。ちょっと外見てみるよ。あ、朝になってからの話か。そりゃ起きとるわな。フィーナはちょっと夜中に遊び回ったっていうか、あそこまで行ってしまったっけんな。
こうなった話か。どうした？どうしたじゃないわ。俺がどうしたって聞かれる側なんじゃないかな、これ。昨晩、何かあったようですね。施設を閉めた後、番をしていましたが、不審者等は見かけませんでした。あ、そうなんじゃ。っていうことは、この面探偵、設計さんにかかればわかりますよ。皆さんはわかりませんけどね、視聴者さんはわからないと思いますけど、俺にはわかります。名探偵ですから。今の時点でわかること、それはね、外部から来ていない、つまり内部の人間の、つまり身内の犯行だと考えられます。皆さんわからなかったでしょ？度肝も抜いていいですよ。こっちの方は？ふむ、またあの件か。あの件って前にもあったみたいに。あの男のだらしなさは目に余るものがあるからな。あ、ルーカスのことは4これ。事件のことじゃなくてルーカスのことは4か。ルーカス何起こしたん、この前は。え、なんなん、同僚痴漢事件でも起こしたん。いえ、一応仕事は優秀だったけんさ、罰金程度で済んだん。そういうこと。あいつそりゃあ引っかき傷とか与えられるわな。もしかしてマスターさんのお尻触ったとかそういうこと、胸触ったとかそういうこと、そりゃあ無知で叩かれるわな。知らんけどな。あ、マスターさん、ここにおったんや。てかここがマスターの部屋なんやな。おはよう新人さん、ゆっくり眠れたかしら。昨日はいろいろあって大変だったわね。そうなんですよ、ルーカスがさ、お前の尻触りに行ったんでしょ。尻とか胸とか触りに行ったんでしょ。だからあんな芝居ってあそこに縛りつけたんでしょ。犯人はあなただって分かってますからね。でもあの巨漢のお客様をたった、あれ、その前にいる巨漢、え、巨漢って何の話な、巨漢って何の話。巨漢のお客様をたった一言でおとなしくさせるなんて、あの時に何を言ったの、何の話、こんなことあった俺、巨漢のお客様は話しかけたっけ俺。いえ、他のお客様の迷惑になるとお伝えしただけであります。何の話だ、何の話だ、昨日の仕事の話。ちょっと俺そのシーン見てないんやけど、多分 FE な一人で頼むことをしよった時だと思うんやけど、背中にナイフを押し付けてみたが隠せてたみたいだな。何の話だい、何の話だい、あ、別に痴漢受けたわけじゃないんじゃ。ああ、なんだ、わかった。そういうことなら別にいいんじゃ。ああ、誰なんだ、痴漢を受けたとか、マスターが痴漢を受けたとか。あ、そもそもマスターじゃないな。いや、俺、この人がマスターっていう前提で話しとったわ。そうじゃ。この人はマスターじゃないわ。一番最初に話した人でさ、一番なんか、ルーカス曰く、足と、ケツが綺麗な人みたいなこと言おったけど、こっちじゃマスター、こっちじゃ。そりゃ、あ、マスター大丈夫っすか、痴漢とか受けてない、何か、あ、痴漢とか受けてないっすか。少しお話が、実は昨晩話しております。バン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 ってなったね。バン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 。なるほど、またですね、また。さっきの人、さっきのお姉さん、なんで名前か忘れたけどさ、さっきとお姉さんと同じこと言おる。また前にも数回こういったことがありまして、ルーカスの痴漢事件が数回もある。よく首にせんかったな。ああいう性格の男なので、因果応報でもありますか。そうなんじゃな、やっぱ因果応報的なところあるんやな。そりゃ引っかき傷とか顔にあるわけだよ。とりあえずは本人に詳しく話を聞きましょう。そうですね、ルーカスさんは僕の部屋で寝ています。わかりました、では私は先に行ってルーカスを起こしてきますね。起きろ、したく、起きろ、お前には聞きたいことがあるとか言うさ、なんか捕虜に対しての扱いじゃないだろうな、大丈夫かな。痴漢したかもしれんけどさ、あ、わしは知らんよ、痴漢したかかもしれんけど、痴漢したんだったらそういう対応にもなるわなって思うけど、大丈夫。あ、エフィナ、何お前寝とんなだ、何お前がなんか病人みたいな、被害者みたいな寝方したんだな、お前。やあ、おはよう。あ、ルーカスさん、おはようございます。結構ピンピンしてるね。それで、お前をあそこに何々したのは誰かわかるか？え？あ？え？マスターさんじゃない。マスターさんがあんな目に合わせたんちゃうん、バツとしてさ。で、私に時間するとは、いい度胸だな、みたいな感じでさ、ムチ打ってあそこにくくりつけたんじゃないんだ。視聴者さん、お前らの推理間違っとったぞ。誰が言う、誰な、お前。
誰が痴漢したから反撃を受けてあんな感じになったぞみたいなことで言うたん誰やねん。俺そんなこと言ってないけんな。ああ、それなんだかな。覚えてない。首を絞められたのはうっすら記憶にある気がするんだけどさ。首絞められたんじゃ。多分後ろから迫られて、あのワイヤーかなんかで絞められるってよく刑事物のアニメとかドラマとかであるやつかな。やはりか。なんか覚えあるん。前にも数回こういったことがあったと伺ったんですが、その内容と被るんやな。あ、ソフィーちゃんこいつに教えちゃって感じ。ルーカス、その呼び方をするなと。ああ、はいはい、分かってからそんなに怒るなよ。ルーカス、お前意外と、一応お前さ、被疑者やぞ。痴漢したかもしれんってことで被害者やぞ。被害者じゃないわ、被疑者じゃぞお前。今回で3回目だっけ、同じように首を絞められて。だからこれなんて読むんや。一瞬なんて読む。何にされたんだよって読むん。これは分からん。コメントしてくださいよ。視聴者分かる人コメントしてくださいよ。俺分からんこれの読み方。5回目だ、5回も。やっぱ記憶に残ってねえな。今回は警備隊の方に連絡を入れよう。だからマスターさん、別に大した怪我してるわけでもないんだから、別にしなくても。今まで入れたことなかったんですか、数回もあったのに。まあルーカスが刺されたり絞られたりすることはもはや日常茶飯事のこと。どういうことや。ルーカス、どんなことやらかしてきたん。今回の事件とは違ったけど俺の推理当たっとったんか。ソフィー姉さんに、あのマスターにさ、痴漢を起こしてさ、マスターがルーカに対しての仕置きでそういうことをすることはあったんじゃな。縛ったり刺したりはしたんじゃ。そういうこと。何これ、デンジャラスやな。あまり心配をしていなかったのです。あ、そうなん。しかし今回のように繰り返しというなのは初めてで、死んでからでは遅いんですよ。恐ろしいこと言うなよ。では私は連絡の方を入れておきます。私は本日は手術の方も休みにしておきましょう。ゆっくり休んでください。やったー、有給休暇じゃ。臨時的な有給休暇が手に入ったぞ。遊びにフラフラしたいぜ。もう一回あいつに話を聞いてみるか。あいつって誰だ。よくあんな風に別人を装うことができるな。なんだよ。いや別に、何か面白いからさ。本当に何も覚えてないのか。しかも複数回やられてるのに。さっきも言う通りだよ。そこの部分だけごっそり曲から抜け落ちてる。曲を取られたみたいな感じ。え、このゲームのタイトルって確かさ、なんか夢食いの羊的なこと言ったけどさ、夢じゃなくてさ、記憶を取る方だったりするんかな。それとも夢とさ、記憶は似たようなもんだという位置づけされとんかな。まさかな、犯人が誰かも。そうだな、思いつかないな。というより思い当たる節がありすぎてわからねえ。ダメじゃないか。お前人間関係なんだと思っとんだってぐらいになっとんでねえか。チミドロマビドロやなお前。まったく罪な男だぜ。罪な男って間違いないよ、言葉的には。ただニュアンスは違う気がするな俺は。ならそれなりの罰を受けないとな。ソフィーちゃんみたいなこと言うなお前。痴漢したんだろ、どうせマスターに痴漢したんだろお前。まあ俺からはそんな有力な情報は得られないと思うぜ。今までだって結局思い出せなかったしな。そうか、完全に手慣れとる犯人だし。なんだ、今度は実は探偵でしたとでも言うのか。こういう時には必ず嘘つきがいるからな。あのチビの食料になるんだよ。大きければ1週間くらいは持つからな。ああ、そっか、一応そういうことも気にしてるんだな。あの子は随分とお前を大事に思っているみたいだけどさ、お前はどうなの。そりゃあ思ってなかったらあっちこっちにあいつを連れ回しててねえよ。あ、結構愛はあるんじゃない、愛は。なんだよ。まあ楽しそうだなって。そうかよ。じゃあ俺はまだ少しだるいし自分の部屋に戻るかな。お前はまずは自分のこと気にした方がいいと思うぜ。どういうことや。じゃあな、頑張れよ。さてメモして。あ、メモ帳。
前の服の方に入れっぱなしだったな。何かかけるものは、まあティッシュにも一応かけるか。ティッシュ持っていける。メモ帳代わりティッシュ持っていける変わった探偵さんだよね。さてと、別のやつからも話を聞いてみるかな。よっしゃ、推理者特有の事情聴取パートが次のパートから始まりそうです。エフィナ、あ、まだ寝とんか。落書きしてやろうかな。それともこのティッシュ使ってさ、あの鼻に突っ込んでさ、ヘクシュンさせたろうかな楽しいだろうな。まあいいや、今回はこの辺で。今容疑者として今が俺が狙ってるのはルーカスしかないね。ルーカスだけだな。だってさ、あいつの性格上さ、マスターに痴漢されてさ、あんな感じでくくりつけられる感じがなんか濃厚でしょうがない。濃厚でな。やけんな、ルーカスは被害者でありながらも被疑者であるみたいな。いや、ちゃうな、被害者っぽくありながらもさ、どっちかって言ったら、あの、なんつうかね、したけんやられたっていうな、正当防衛を食らってあんな感じになったわけ、被疑者の方なんよね。いや、そんなことないと思うけどね。次回のパートはこの推理を引きずらずにちゃんと考えます。というわけで、まあ、痴漢の話はここまで。実況と痴漢の話はここまで。何この終わり方。まあいいや。バイバイみんな。シワゲ。